はい、湘南歯科クリニック新宿院の前田です。本日もですね、症例を紹介していきたいと思います。はい、じゃあちょっとまず術前から見ていただきたいんですけども、はい、50代の、女性のお客様ですね。でお悩みとしてはですね、もともと入っていたセラミックの、6本つながった、かぶせ物ですねの1箇所こう欠けてしまっているところですね、大きく欠けてしまっているところと、あとは時間が経ってですね、歯と歯茎の間に、隙間ができてしまって、黒く茶色く見えてしまっているところですね、こういったところがお悩みだったんですが、一度ですねセラミックの表面が割れたり欠けてしまったりすると、このままでは修理ができないので、完全に一旦外して作り替えが必要になります。はい、で当院でですねセラミックを作り替えて、このような感じで、6本ですね新しくさせていただきました。今回のお客様は色のトーンをですね、白くしたいということで、全体的に明るいイメージにしているのと、あとはですね、しっかりと歯と歯茎の境目の部分ですね、このあたりをぴったりと合わせてお口元印象を明るく変えていくことができました。はい、こちらがですねお口元全体の写真の、術前と、術後になりますけども、どうしてもですねこの欠けてしまう原因っていうのは、ちょっと見えづらいんですけどね、下の前歯の噛み合わせの問題も出てきてしまうので、実際にですね術後のセラミックを入れる際には下の歯のですね歯先の部分ですね、特に、歯ぎしりしたような動きだったりとか、歯を前に出した時に当たってくる部分の調整を行って、機能的にもですねしっかりと改善しています。はい、続いてのお客様です。じゃあもう一度こちらの画面をお願いします。はい、術前の写真がですね、こちらになりますね。はい、でちょっと引いていただいて、一緒に術後の写真ももう一緒に見ていただきたいんですけど、パッと見た感じですね、あんまり変化が分かりづらいのかなという印象もあるんですが、特に大きいのがですねこの真ん中の前歯2本ですね、ちょっと寄っていただくとですね、はい、歯の長さがですね、下の歯の長さがこう見え方なんですけども、結構かぶりすぎていて、もともと長くて大きなね、セラミックのかぶせ物が入っています。でこちら写していただくと、はい、しっかりとですね噛んだ時に下の前歯も綺麗に見えるようなバランスで、長さをね今度は調節して、調和の取れたお口元に変えているんですが、もう一度引いていただくと、あとは向かってこちらが左側になりますけども、左側の2番目の歯ですね、生まれつき小さい歯、矮小歯と呼ばれる歯を、しっかりと天然の歯と同じですねサイズ感に持っていき、今回は前歯6本ですね、犬歯から犬歯の6本の色、形、歯並び、すべてを美しくさせていただきました。はい、お顔全体の写真になりますけども、まあ、若干ですね、ちょっと口の開き方も違うかなっていうところもあるんですが、前歯の大きさですね、やっぱり縦の長さと、あと横の幅の部分もですね、だいぶ変えていて、その分ですね、隣の小さかった歯も、しっかりと大きさを保ってですね、バランスを取ることができました。実際に笑った時にですね、下の唇にですね、上の前歯の歯先が当たってくるんですが、ここまでサイズ感を変えてあげて、しっかりとですね、スマイルラインを作ってあげることで、下の歯もしっかりと見えてですね、お口元のバランスが良くなりましたね。